にちは、特化軍です。普通科です。本日は質問に答えるコーナーということでございまして、後編となります。よろしくお願いいたします。それではですね、こちら前編も終わりまして、後編となっております。またね、質問ございましたら、もう諦めた諦めた次は公演ですね。はい、もうということで、また質問ございましたら下の質問コーナーのコメント欄にお願いします。お願いします。もしくは郵送でね、本社で、本社に、本社に怒られるな。怒られるよ。500通はバンバン捨てられるじゃん。行きましょう行きましょう。はい、ということで早速、質問いきたいと思います。それではまず質問こちら、ドラー、芸人でも即応予備自衛官入れますか。ちょっと待って、質問の前にいいですか。はい、細くなりましたね。すいません。字が細くなりましたよ。書きまくってたら、なくなりました。だから細い方で書いてます。細い方で書いてます。すいません。芸人でも即応予備自衛官入れますか。なるほど。はい、即応予備自衛官っていうのは、社会人でありながらね、たまに自衛隊にこう訓練、もしもの時には自衛隊員として補助みたいに頑張ります。これ、慣れます。芸人でも普通の仕事、職業ですから関係ないんだよね。はい、関係なく即応予備自衛官になれます。即応予備ですか。一応僕は予備自衛官です。あ、即応予備ではない。即応予備自衛官はね、全然日数、日数取られるもんね。桁違いです。ああ、そうですね。でも予備自なんで、予備自衛官なんで、年間5日間。そうだったらまだね。はい、2泊3日と1泊2日のトータル5日間に分けられる。あ、そうなんだ。5日連続ではないんだ。連続、基本的には5日連続。あ、そうだよね。だけど、分けていく。はい、続きまして。ドラン。駐屯地内で、花火をしたらどうなるんですか。どうなる、なんだ、怒られるかどうかって話か。あれだな。怒られるな。どうする、弾薬庫の近くで。やばいよ。陸送警備、あるでしょ。駐屯地内の中にさらに弾薬庫の塀があるわけだから。そこの周りでピーンパーン、やばいね。シャー、どうなる、処罰どころじゃないんじゃない。怖くて想像できないよ。もう基本火器は扱えないから。そうでしょ、駐屯地内は。だからダメっちゃダメっすよ。ダメでしょ。多分この人はどの花火を言ってんだろう。ロケットのこと言ってんの。いや、全般じゃない。あのドラゴンとか、そう、あのセットの話だよね。そう、セット袋に入ってるやつもね。ちょっとちょうだい、ちょっとちょうだいみたいな。シャー、ダメだね。駐屯地サインの時はやるよね。駐屯地側が花火あげるよね。あげません。嘘、仙台駐屯地はそんなでっかいのもんだ。しっかりあげる。いいな、人いっぱい来るの。いいな、花火上がってんのはないな。なんでだろう、ちっちゃい子じゃない滝川は。花火上がってたかな。滝川駐屯地って、あれなの、3LDK ぐらいなの。バカ野郎、どこ、おい、3LDK だろ。頑張っても10人から15人しか住めねえぞ。急じゃん。はい、転校っつって。最悪や。お風呂場の前あたりに転校っつって。いや、なんで風呂場で、今でやれや。今でやれよ。ガチャって開けると、ドアにドーンって当たって。すいません、すいません。15人よ、3LDK。そんなちっちゃくはないけど、もしかしたら上がってたの、俺が覚えてないから。ロマン派じゃないからさ。なんだあれか、上がったから、上がったかもしんない。もしかしてさ、森尾ハザード君さ、滝川駐屯地でパンチドランカーになってんじゃねえの。違う、俺殴られてねえ。ボコボコにされて殴られてないの。はい、続きましてこちら、ドタン。父は現役の時、片手で半丁下の靴紐をクロスにかけて結ぶことができました。信じられません。本当でしょうか。あ、それは何、じゃあお父さんは、俺は自衛隊の時はもう片手できちゃうよっていうのを、娘さんなのかないけど、はできねえだなみたいなふうに思ってたってことだよね。これ昔の半丁下なんですけど、フックになってるから外側は。僕が簡易的な半丁下の結び方っていうのを過去にやってんですよ。多分これのやり方のことだと思うんですよ。あ、その時はクロスでやったんだ。はい、僕今もそうですけど、片手でやってるんですよ僕。あ、ほんと。ただしだよね。ただしですね。あの片手でこう2本持って、こうフックにこう左右にカカカカってやってやるやり方は、編み上げの形がですね、正規とは異なる。そう、多分正規通りにクロスで片手でやってる、相当練習しないと無理じゃないか。足の内側が必ず下、外側が上っていう編み上げのこう形にしていかないと怒られる。怒られますね。これを片手でカカカってやると、バラバラになるんですよ、上下。基本はそうなると思う。内側が必ず毎回下になるには、引っ掛ける回数を
バラバラに調整しないといけないんです。逆にだったら両手でやった方が早いよ確かに。しかもあれって別に自分でやるためのものだってさ、うん、誰かに見せるために誰も練習しないじゃんだからまあやらないよな、ね、やらないね。面倒くさくてしゃしゃかっこつけがやるやつだろお父さん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 だよ気遣えすいませんでした、すいませんでした。体感してるんだろ。やっぱりでもお父さんの言ってることは本当です、うん、できるっちゃできる、できるできる。でもめちゃめちゃマニアックな質問。マニアックっすね。すごい。本当ですかって面白いなはい、続きまして、こちら。普通科の通信施設情報招待、はい、どのぐらいの人数なんでしょうか。はあ。招待って言ってる時点で人数はある程度人にバレていいはずなので言っちゃっていいと思います。思うに1個招待だいたい30人前後でした。まあそうですね。ナンバーもそうです。それぞれ30人ずつぐらいじゃあるだいたい。そうじゃないかな、うん、ただあれ招待は招待って呼んでもすげえ幅ある。中隊は中隊でもすげえ幅あるから ね、 そうね。どこの招待もだいたい30ずつぐらいだった気がする。あ、結構いますね。滝川ちっちゃいのに結構いるってことは多分駐屯地から 2,30 人ははみ出てますよね。駐屯地がちっちゃいのにそんなに人いたら外にいると 2,30 人ぐらいは外で待ってるんじゃないですか。並んでるんじゃないですかそれでもだいぶちっちゃいわ、うん、今日すごいね並んでるねまだ駐屯地入れねえよ今日も外だよ。えお宅何3日も並んでるねいや家帰れやもう運動会の関取じゃないんだから20から30だったと思いますけど、はい、だそうでございます、うん、はい、続きましての質問こちら、うん、ただ、うん、高校を卒業してから、うん、入隊までの貴重な時間はどのように過ごしていましたか。はあ。卒業式は僕は3月12日とかなんですよ。9日とか、高校のですか。で着隊が僕は、27とかだったんですよ、はいはい、6と2週間弱か、はい、おう同じぐらいでしょね。俺はね4月1日入隊だった。遅っ、うん、遅例年の人よりやっぱ3日ぐらい遅かったはず、うん、俺の気は。え、でも同じじゃん入隊した時期、うん、同い年だから。そう。え、じゃああれじゃん縫い物を2日3日遅く始めてるじゃない。はい。でも給料同じなわけでしょ。はい。ちょっと返してもらっていいですかあんたは自衛隊の誰なんだよ得してるじゃん。いや得してると思う。それだって働いてるっちゃ働いてるじゃないですか、うん、それを 2,3 日、うん、働かずして同じ給料ですよね、うん、ちょっと 2,3 日分返してもらっていいですか。誰なんだあんた誰なんだ。割り勘しよう。割り勘しよう。 2,3 日分割り勘しよう。なんだ駐屯地の都合なのかなみたいですね。それはみたいですよ。ちょっと 2,3 日の違いあるけど聞いたことない。給料の日割りあんのかな。これあどうなの。聞いたことねえわ。じゃあ初任給だってちょっと変わってくるじゃん。聞いたことない。確かにそうだ。だって給料一緒だったら着隊遅い方がいいやんって。だって3日分この貴重な時間3日分長かったことになるよ。それそうだわ。このデリケートな時期にこれ言ってた聞いときゃよかった、ね、後期教育で他部隊から来た子がその3月27日着隊で、はい、その人たちが日割りでその3日分多かったのかとか聞いた。ああそういうの考えたことなかった。同じだとしたらその貴重な時間は1日およそ36万円ぐらいの価値があるから。いや、ね、つまり計算すると森田さん割り勘して。わかりました。50万からバカ野郎バカ野郎かバカ野郎かどのように過ごしたでしょうか。いやとにかく遊んでましたね、はい、うん、そりゃそうですよ。高3の冬に、うん、初めてパーマをかけまして。やったね。地元友達が、はい、パーマかけるっつって自分で。あ、それをやってもらった。友達がやってくれたの、うん、そう。で冬休み終わりと同時に、うん、ストレートとかする案が自分の中でなく、もうその時に坊主にしただから急に、うん、急に3ヶ月前に坊主した。あ、じゃあパーマで遊べたのって本当に短くない。その時だけだよ。超短いじゃん。1ヶ月ないぐらい。3週間ぐらい。もう坊主で過ごしたの。坊主で、それこそ黒沢俊夫さんみたいな、毛糸の帽子をソケット、ソケットみたいな。ソケット。蓋してたんだ。うん、そうそうそう。どんぐりみたいな。っていう感じだった、俺は。だから、ただただ海岸に行って、うん、ただ釣りして。いやでもそれはそれでいいな。海岸行ってなんかこう、水切りして車なんかちょっと借りてきた同級生あ、免許持ってる子いるもんな。そうそうそう、親の車でウィスみたいな感じで。それはいいね。それで終わりです。いやそれはそれでなんかいいな。普通に友達と、会ってたっていう感じですね、うん、はい、続きましてこちら、うん、中隊の宴会ってお会計誰持ちですかこれ
そっか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 、そうだよな、階級があるからあんだけ宴会やるのに金どうしてんだよっていうことだよね。まあそんなイメージあるか。これはですね、まあ前の 前編もちょっと触れたような感じですけどね、会費制ですから、基本会費制だから、はい、誰もちっちゃくも個人ですよね、うん、なんでかって言ったら分かった、飲み方なんだよ。そうだよ、うん、だってあんなバカみたいに飲むんだから、ね、バカみたいに飲むんだから。なんか言うんだよ、相撲取りプロレスラー自衛官、もうほんとバカみたいに飲むんだよ。なんかめちゃめちゃ勘違いされる。うおーってね、飲まない人は飲みませんからね、うん、でもやっぱ好きな人が多いよね、飲み放題なんで、コースと併用でとかみたいな感じで、食べ飲みじゃないときついよな、はい、で、お会計ほら、まあ言ったら3000円台、うん、だいたいそれぐらいですね。あんまりね、上の人が多く出すとかはね、ないですね。そんなに大きい人数じゃない飲み会の時は、うん、パチンコに勝った陸曹が払ってくる。パチンコパチスロ買った人ね、そういうのはあるけどね。ただ、うん、そうね、あの招待っていうか、うん、ほんとちっちゃい規模、半の規模でしょ。まあそうだって飲みに行く規模がそのでかいんで。そうだね、うん、思ったら死んじゃうよ。いやきついきつい、いやもう中隊長、じゃあ今日は私がっつって100人ぐらい打たしたらとんでもねえよ。死んじゃう、びっくりする。その二次会とかで 2,3 人になった時に、うん、もう持ってやれよみたいなっていうのはあるかね。あったっすね、うん、はい、じゃあ続きましてですか、じゃあ小野寺さん、森尾ハザード、おい、お二人は酔っ払うとどうなるんですか。あ、これ気になります。なんならほら昨日宴会でしたから、僕たち同期集まりましたから。森尾ハザードさんは基本的にね、あのバッグにね鎌入れててね、本当に酔うとね、あの人ん家の壁にこう鎌を投げて刺さるかどうかのゲームして楽しんでます、うん、あの超変態な子そういう方の超変態か。俺これフォンフォンフォンやばいぜ、かん、あー柄の部分当たって刺さんねかったな、もう一回、うんうん、フォン、スタン、ほれ、あのよ、もしそうなったら殺してくれ、釜で頭バスやってくれよ。俺はでもダメな方、どちらかというと気大きくなるし、はあはあ、うるさいし、はい、まあ、別に口悪くなるわけでもなく暴れるわけでもない、行き過ぎるとそうなの、あ、暴れたらじゃないか、楽しくなっていったり、あ、そうそう、まさにそう、場が楽しい感じたり、そうそうそう、僕もそのタイプなんですよ、うん、だから飲めば飲むほど場が楽しいってなるタイプなんですよ、だからほとんど同じタイプです、うん、あ、そうか、だからよりうるさく、うん、寝ずに、ね、より喋り、より飲み、うん、そう、最終的に死んでいくんだよ。そう、まあまあ、若い時はそうだよ。俺だってよく駐車場ですよ。いや危ない、知らないところの駐車場とか危ない。だってその上にさ、うん、普通に車高の高い車をピタッて蓋されたらさ、うん、もうあいつどこ行ってんの。車高高い人も、俺も割と車高高かったからピタッてはまって動けない動けないみたいな、ね、あったよ、あった、はい、うん、お二人酔っ払うとどうなる、うん、陽気に飲みすぎると、うん、続きましてください。もし着体日に感染症にかかるとどうなりますか、うん、これはね難しいですね。怖いな、うん、まず1個いい、はい、めちゃめちゃタイミング悪いよね。なんで今なのっていう、うんうん、すごいデリケートよ、やばくない、まあ、デリケートデリケート、何このもしもシリーズ。ありえるからな。いや、あるある、これから特に今の時期ちょっと怖いけどな、うん、だってさ、まだ言ったらあの書類上自衛官じゃないんですよ。そうだね、着隊日は、うん、まだ到着しただけ、うん、自衛隊病院かかれるのかって言ったらこれ難しいよ。いやー、かかれないんじゃないかな。てか新隊員教育始まった後に、うん、体調壊した人は自衛隊病院に入院なんですよ、うん、確かにね、そうだね、それだったらいいじゃん、うん、ただ着隊日って、ね、でもそうだってむずいよね、着隊日に入院してんだから。だから具合悪いっつって、だその場合外部の病院か自衛隊病院かの話だから、そのまま入隊できるかできないかってことでしょ、きっと聞きたいのは。もしかしたらね、あのね、縫い物をしてるね、こう3日間の間に1回外部の病院に入院してもらって、その間に治れば、まあそうだね、遅く、うん、入れるかもしれない、遅く新隊員教育に後で混ざってねえだと思う、これが多分1ヶ月後ってなると多分すいませんってなるんじゃない、うん、また半期後でみたいに。そうだ、めちゃめちゃ運悪い人だよね、めちゃめちゃ、ね、超かわいそうね。なんでこの質問怖いの。続きましての質問、うん、ちょっとだ、いいよ、トンちゃんの、おー、もう一回、食べ物など苦手なものなんですか。いる。これいる、嫌いな食べ物と何ですか。嫌いな食べ物、例えば、うん、基本は大丈夫だけど、うん、セロリは嫌い。うん、ホヤは、ホヤ、ホヤ大丈夫、お、ホヤ大丈夫、あ、すごい、全然大丈夫、むしろ好きなぐらい。いや僕ね、あのうちの地元ホヤめっちゃ取れるんですけど、うん、あのホヤが僕あんま得意じゃないんですよ。あ、本当、はい、いやーすげえわかる、それで匂いとね、いや、あの今うちの地元が出したお菓子なんですけど、うん、新商品、うん、暴挙についに出たと、言われて話題っていう記事になってたんですけど、うん、うちの地元のお菓子が、うん、
来てます、うん、今度食べましょう。あ、来てんだ、はい、食べた食べた、ホヤの、ホヤなんだ、うん、そのうちガリガリ君とかで出るんじゃないの、ホヤ。ちょっとそれ食べてみます ね今度ね、続きましょう、質問で、うん、じゃあ、はい、中卒の人いるんですか、はあ、夜間の高校に通いながら行けるんでしょうか。なるほどな。そもそも18歳以上じゃないと身体教育ならないから。あともう一個ね、行きながら夜間の高校行けますかっていうのも、厳しいかもしれないですね。ただね、ちょっとね、中退配属後とかね、うん、それはね、確かいた気がします。なんか行けた気がするよ、ね、うん、許可さえあれば。確か、確か。だから夜に大学行きたいとかね、例えば。確かね、確か。だからそのところの舞台のあれによるはず、うん、上による。ただめちゃめちゃ忙しいと思う。忙しいね。だって中退配属で普通に次の日6時にラッパなのに、5時以降の時間、急いで夜間の大学行って勉強して10時半頃帰ってくる。厳しいね。厳しい。俺周りではいなかったな、そういう人は。僕ね、噂でなんか聞いたっすね。何人か見たんですね。はい。はい、ということでね。もう。最後の質問でございます。もう、はい。もう最後でいいの。もうあと60個いけるよ。60個いける。60個いけちゃうよ、俺は。60個いけるっていうか、ないから。あ、ない。60個。質問がないの。ないの。でね。最後。あ、ごめんなさい、これ。最後の質問にはちょっとごめんなさい。偏っちゃった。申し訳ない。はい、最後の質問。こちらですね。たまたま、ごめんなさい、ごっちゃごちゃでしたよ、うん、小野寺さん、どうやって痩せたんですか。ふざけんな。本当にふざけんじゃない。ごめんなさい、そこは俺だろ。それでもねえだろ。ごめんなさい、ぐちゃぐちゃになっちゃった。いいじゃん、いいじゃん、ぐちゃぐちゃになっちゃった。いいじゃん、いいじゃん。最後に持ってこいだよ、これが。俺は本当はこれが聞きたかった。嘘つけ。なんなら言ってやろうか、うん、質問したの、俺です。嘘つけ。めんどくせえだろ、そんなの、わざわざ他人を装って質問コーナー自分で質問して自分で答えるの。そうです、うん、森尾くんも痩せたことあるから。ああ、痩せたことはあります、ね、それはね、一緒に話していただきたい。いやいやいや、違う、質問の意図が俺じゃないから。いやいや、デラッショだから、デラッショ。いやいや、これもう気まずいだろ、これで終わったら。いやいや、いけるよ。どうやって痩せたか、最近ね、痩せたって言ってるんですけど。痩せたんだ。これね、そもそもですけど、めっちゃ食いまくって筋トレしたんですよ、まず。お、体重を、57か58キロだったんですけど、今66、67あるんですよ、うん、だ言ったら10キロ。おピーク時で言えば10、そんなにあった。ピーク時で言ったら俺10キロ増やしたんですよ。おで、筋肉増やす時ってほら脂肪も増やさないといけないじゃん、一回そのぐらい食わんといけない、ね、だから意図的に食ったんですよ、俺筋トレしながら。なるほど、ね、で今引っ越しのこのタイミングで、ジム行けてないって。なるほどね。あ、だから自動的にその分が、はいはい、元取りになってことね。今ね、でもね、体重ね64ぐらいです。34減ったかな。おで、筋肉も一緒に落ちちゃってるわけだから。だからダメだな、あれ。だマッスルメモリーにかけるしかない。そうだね、マッスルメモリー。そうだ、ほら一回筋肉さ、うん、増えたのを記憶してくれてるからっていうね、うん、だから次もう一回やれば戻りやすい。そうだな、はい、頑張ります。一回僕は60後半まで持ってったんで、うん、何これ、なんで持つ、いいよいいよ、ラウンドガールみたいな。ラウンドガール、そんな難しい質問これ。ずっと置いてなきゃいけない。いいいい、ね、どうすか、どうすか、どうすか、痩せたきっかけ記憶あります？あのね、毎年、はい、その夏こんな年齢でこんな顔なのに、海に行こうとするんですよ。いやいや、そんな顔なのにでは。そう、もう36で海行くやつやばいから。いやいやいや、行くで。俺だけどね、今年も行く。行くよ絶対、行くよ絶対。あ、そのため、そう、そのためにその3、4ヶ月ぐらいは、うん、ちょっとね、頑張るんですよ。やっぱ頑張るんですよ。頑張るっちゅうか、頑張るっちゅうか、ちょっとグラビアアイドルなんですよ。そう撮影会のために。7、8月のために。そう、やっぱ12、1、2、3でやっぱ太るじゃん、人間大体。やっぱ寒いと食わないと死ぬから。え、記憶の中何キロ一番？すっげーピーク、はい、すっげーピークの時92ぐらい。あ、すげえ。92。身長175か。おー、でも一番、まあ痩せてた時でも70ぐらいか。その時はやっぱ、はい、自重でしか筋トレしてないけど、自重で筋トレして有酸素やって、はい、本当にベタに糖質抜いた。あ、したらやっぱ2ヶ月だったら10キロ落ちる。あ、そう、落ちるけどびっくりするぐらい戻る。びっくりするぐらい、むしろちょっと上乗せで帰ってくるよ、リバウンド。うん、リバウンドするはもう気をつけないと。本当、めちゃくちゃ痩せるけど、はい、ちゃんと考えてやらないと、食事取らないと、一発でびっくりする。何なんだよそのためは。なんでそこを説得力出すの。いや、だからもう、まあ、要はでもあれですよね、はい、一番ベタで簡単ですよね、はい、もう食事制限、食事がほぼ7割だか8割だかって、もうこれ金子健が言ってたから。食事だって、ボディビルの人もね、食事だけで全然脂肪抜けるってね、
だから運動っていうよりはどっちかって言ったらまずね食事。そうだね、まあまあまあ、うん、あと一番本当食ったら食った分だけ運動すればいいだけなんじゃないですか。うん、そうですね。そうそうそう、本当本当、うん。別に長距離じゃなくてもいい、ウェイトトレーニングでもいいんですよ。そうそうそう。どっちにしてもね、すごいあのカロリー消費するらしいので。ウェイトやって有酸素やって食事制限できたら、まあまあ増えること太ることはないですよ。そのまあ筋肉で増えるかもしれないですけど、その脂肪で増えるっちゃ多分ないと思うんでね。まあ俺は偉そうと言えないけどね。しょっちゅうデブになるから。いやでもこっから夏、こっから夏ね、仕上げていくと。はい、ということでね、最後の質問こちらでございました。すいません、ありがとうございます。皆さん、質問ありがとうございました。ありがとうございました、はい。また質問ございましたら、下のコメント欄にお願いします。もう下にね、はい、うん、またお答えさせていただきます。ツイッター、インスタやっております。とっかくねけんすかフォローお願いいたします。チャンネル登録したございます、お願いいたします。とっかくん防災本ございます、したございます、お願いします。本日はこれまで、うん、それじゃまた。最後だけ静か。